こっちにプレー出さないからね。優勝は早いけど、優勝じゃないよこれ。さまざまなものがなくなってるな。そうなんだろう、はあ、この試合が終わったら。この番組はご覧のスポンサーの新年明けましておめでとうございます。新春恒例カープ選手会ゴルフ、今年は夢、投手、飛躍、それぞれの思いを秘めたお三方に来ていただきました、はい、笹岡投手、尾形選手、そして新井選手です。改めまして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。笹岡さんはどんなお正月を過ごしてらっしゃるんでしょうか。ね、まあ毎年一緒で三が日に行くと餅を食べて子供と遊んでます。家族サービスは施設。はい、そうですね。おはたけはどんなお正月ですか。毎年恒例なんですけど、ね、実家に帰ってゆっくり過ごします。佐賀の方でね、はい、そして新井さんは僕も毎年恒例で子供と奥さんと一緒に実家に帰ってます。今のは笑うところなんですよ、皆さんね。ちょっと笑ってなんですけど、でも本当はどんなお正月なんですか。え、まあ普通に、はい、家族と一緒に。そうですね、はい、実家に帰って家族、お父さんお母さんと、はい、ねえ、いやでも皆さんはどんなお正月なんですか。新春恒例カープ選手会ゴルフで1時間半これからお楽しみいただこうと思うんですが、小林さん、はい、やっぱり選手会ゴルフといえばチームプレーでしょ。そうなんですよ ね。まずは2002年の初笑いといきましょう。チームプレー集です。いかなる競技にもお決まりごとルールがあるんです。あれ歩かない少々足取りが重そうな金本さん、どうやらボールが池に落ちちゃったようです。その通り、ブレイハンはダメダメ。こちら異常なまでに集中力を高める菊池原投手。やられたらやり返せとばかり。プレー中はお静かに。コース内にはあらゆる障害物があります。気をつけてくださいよ。テレビがお先にも。動かさない障害物には文句言えませんよね、片岡コーチ。あんなところにバンカーからしのせいで。石には気をつけてください。さあ今年も若さ爆発、走る川内。川内ですか。こっち行ったね。何も分かってますね。すいません、なくなる理由が分かりました。道具は大切に。天を仰ぐ姿、その姿には虚しさが。球場にも池ポチャ2つに。コーチのボールは一体どこへ。コーチの思いとは裏腹にボールは。さまずくコーチ、皆さん、チームプレーのご提供ありがとうございました。ということなんですけれども、尾形さん、石気になりません。打つ前に。いや、全然気がつかなかった。意外な一面のような気もしますが、でも小林さん、コーチも参加されたんですけど、意外とチームプレーにも参加してらっしゃいますね。いや、最後のね、高校時のね、あれどこまで行ったんかなっていうのがあって、ずっと転がってたけど。ですよね。笹岡さん、はい、結構趣味の
プレーをしてるショットですけど、チームプレーも野球はね、プロじゃありませんから、まあ、これが番組ですよ、やっぱり、ね、はい、そしてそうですよ、ゴルフもプロじゃありませんからね。ごめんなさい、ごめんなさい、野球はプロなんだわ、ごめんなさい、しっかりしましょう、しっかりしてきてらっしゃいますか。野球はプロだったね、すみません。新井選手、兄貴との愉快な仲間たちというコーナーになりますので、後ほどゆっくりお楽しみいただこうと思うんですが、さあ、それではまずはスタートホールからご覧いただきましょう。今回の選手会ゴルフはより親睦を深めようということで、選手側が監督コーチの皆さんを招待して愛媛県の松山市で行われました。まだ暗いうちから宇品港を出発しまして、今回コンペの幹事役を務めました緒方選手が仕切っての朝のミーティングも船の上で行われたんです。コースも狭くてグリーンもかなり速いですから、ちょっと若い方かなり苦労されると思うんですけど、幹事大変だったんじゃないですか。そうですね、あの朝から遅刻する人はいるし、本当にどうなるのか疑って寝てる人もいますけどね。さあ、そして見えてきました、ここですよ、松山です。今回の戦いの場は女子プロのトーナメントも開催される愛媛の名門コース、エリエールゴルフクラブ松山です。瀬戸の島々を望めるロケーションの美しい名門コースですが、小林さん、はい、印象はどうですか。距離は、ね、そんなに長くないんですよね、あの結構高いところにあったでしょ。でこの日はね、風が強かったんでね、であとさっき小林君言ってましたけど、グリーンがねすごく速かったですね。なるほど、今日ここまでは順調でしょうか。いや、かなり時間が押してるんで、感じとしてはちょっと焦ってますけど、はい、ご自分の体調としてはいかがでしょう。最悪ですよ、昨日も段取りに追われて寝てないですよ。幹事役の緒方さんは大変だったみたいですが、私もやってきました、この時期が。どうでもいいですよ、もう僕は。なんか今日組み合わせが随分とお兄さん役を強いられる組み合わせになってましたが、いや、その件に関しては後からじっくりと言わせてもらいます。はい、今日は体調いかがですか。寒い、眠い、寒い。今年も金本選手と同じ組の新井選手は結構派手やかですね。そうそうそう、あのファッション言うよりはちょっと気だね。今日のこだわりは、これ西山さんいただきました。はい、西山さんからですね、結構ね、はい、やっぱり西やったこれ。僕の先生じゃないですけど。今日の体調はいかがでしょう。もうバシンと今日は行きますよ、ね、90切りますよ、多分。最低でも金持ったようですね。一方、大人の真剣勝負が予想されるメンバーはと言いますと、天次郎広いじゃないか。アウトは広いよ。アウトはちゃうよこれ。どんなこれ。それが罠なんよ。それぞれ様々な思いを抱いているようですが、さあ恒例の始球式、また新井さん声がかかりました。ありがとうございます。あのこと言えよお前。はい、良い子は絶対真似をしないでくださいね。私もやっぱり動物じゃないと思ったんですけど、なんか今度用意しといてください。なんかまた来年もしやれって言われたら、あれいつか絶対当たりますよね。永遠通りのスタッフですか。あれグローブ持ってきたら趣味の練習なんかもしれないですね。そうですね、来年はできればグローブ持ってきます。はい、そんな和やかなムードで始まった選手会ゴルフ、スタートホールはグリーン右手前の池が非常に気になる打ち下ろしのホールです。どうも行ってきてるからね、今日俺は。どうも行ってきてるよ。ディフェンディングチャンピオンの前田選手は気合い十分です。そうなんです。ティーショットでアイアン持ってるんですよ。さあ、野球でもゴルフでも尊敬する前田選手と同じ組で回った東出選手。奥はワールドカップ出場のため、この日まであまりゴルフはできなかったそうですが、このティーショット。台湾ってゴルフか。狭い。前田選手、
スタートホールから安定してますよ。普通にね。このホールはきっちりパー。ハンディキャップ1の腕前は本物です。続いて賑やかな国がやってきました。こちらなんですけれども、やはり、去年の選手会でも非常に笑っていただいた金本さんと、そして新井さん、チームで伝えたいと思います。にしてじゃないですか。メンバーの感じが何だろう。そういう風に言われてますけど、じゃあ、いや、はい、回さしまってこういう、はい、ごちゃんトーク。新井さんは、はい、どうですか、金本さん。ゴルフの腕自体はそんなに変わらないか、もしくは僕の方が腕が出るか。黒川さんはちょっと中和台のような。いや、はい、これ周囲の高校生に惑わされずにという感じになりますか。それよりまずは藤原にね、頑張ってもらって、はい、それだけです。ここはちょっと投手対野手という対決になるんですね。まあね、まあ、そういうペアでちょっとやる予定ではいますけどね、勝負ね。まあ、当然金本さんたちは勝つつもりでいくと話した。もちろんです、はい。まずは菊池原投手のティーアップです。お願いします。はい、ルフィだ。外野の声に惑わされることなく、右のラフですが、まずまずのスタートではないでしょうか。いやいや、菊池。さあ、続いては、投手組対野手組でペアマッチをしているということで、そうなんです、金本選手の OB に菊池原投手がガッツポーズしたりして、さあ、そして新井選手です。覚えてますか。すごい、ちょっと力が入ってしまった。いや、上出来ですね。上出来ですか。さあ、続いては黒田投手です。さあ、安定してきたんじゃないですか、黒田さん。いやいや、野球と一緒でね、ゴルフも随分本当に良くなってきましたね。手の近くまで行った。かなり飛びました。続いて尾形さんの組です。さあ、尾形さん、幹事長ということで、どうでしたか、今回のこの選手。まあ、幹事の特権ということで、今回のペア、幼井さんと山崎コーチ、楽しいゴルフできそうな感じがしますね。どういう話になってますか。若いもんに負けちゃう。その辺り山崎コーチはどうですか。まあ、世界最大の勝負になるじゃないですかね。山崎、今年は狙ってませんか。まあ、けどね、続きはしてるね。はい、もちろん狙います。小方さんも完全にもうかなり勝つぞという。幹事の仕事に忙しいんでね、言い訳してダメだと思うんですけど。でもあんま寝てらっしゃらないですか。そうなんですよ、みんな4時半ぐらいで起きて。カメラの人のに早いやんね、色一番で。そうなんです、アイアンを持ってるんですよ。手堅く行ったつもりだったんですが、ボールは大きくそれて右のラフへ。今年も気合入ってましたね。そうなんです。そしてコーチ陣もいかがでしたか。山崎さんは上手いんで、ちょっと注意してたんですけど、あとはいかに浅内さんのシンプレーに惑わされないかっていうのを注意してやりました。これなんか打ち込みに特徴ありますね、浅内さん。そうなんですよね。ねえ、これはちょっとそれてしまいました。あ、そして尾形さんもアイアンを持ってます。おい新種のドラえもん。もうね、外野もうるさいんですが、おいバンカー、おいバンカー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 。バンカーからの尾形選手の第2打なんですが、これで、ね、距離は良かったんですが、グリーンの左のラフへ。
ですか、ね、ホールですからね、うん、コースわからないんでね、ちょっとこっちだったらこれもいいところに行ったんですけどね、惜しい、スタートはボギーです。まずワンです、はい、さあ最終組です。前回くらいさんからお前の足の真ん中入る、喧嘩をしてはいけないじゃん、どうぞ。お、あれ、ラストじゃ分かる、もう喧嘩始まった、もう始まってるんですよ。今緊張しますよ、緊張はしますよ、しますよ、緊張感マジだと思います、飛ばないと疲れそう、この中で強くしていけないんですよ。一方こちら笹岡さんは、いや、そう、最高よな、バッチリ。もうなんか誰が一番最初に時間が少なくなるかってことですね。予想だった、新聞が一緒だった、そんな結構真剣ですね、笹岡さん。そんな真剣だったんですよ、本当に。いや、でもこれね、すごかったよね、笹岡さん、このドライバーショックだった。うわー、グリーン乗ってたんだよ、これ。あー、バレたね、エッジしかないよ、まだ打ってるんでしょ、バンカーとか。あそこまで来てたんですか。さあ、ハンディ3の腕前、監督の登場ですが、どうだったんでしょう。おい、バカこいてよ、何の。そして、北別府コーチも実力者ですよね。おお、さすがに4人とも安定感がありそうです。みんな財布、さあ、じゃあちょっとその手を見せましょう。おお、あれボールか、あれ、これはすごい、そうなんです、野村さんのボールが飛んでも2人で喜んでるんですが、笹岡さんはボールを一生懸命確かめてます。ドライバーだ、えドライバーですか、ここ。あ、ドライバー。全く間違えるという。おい、やってないか、お前。お金呼吸しよったよ。そうなんです。笹岡さんのアイアンにドライバーが負けたという監督なんですけど。でも、この後がさすがですね。監督ね。アイアンうまいですもんね。そしてロングドライブの野村選手第2打、本当にアプローチだね。そうなんです、ちょっと強い、出る、上がったらね、じゃあパーでした。そして小林さん、北別府コーチのバーディーパット、パターン上手いからね、本当に。あ、プロみたいだね。そうです、笹岡さんもパーでした。いやー、お見事ですね、皆さん。ね、このホールだけで、あ、このホールだけなんですか。でも4人は結構いい勝負でいけたんです、本当に、はい、さあ、この後一体どうなるんでしょうか。続いてはショットの正確性を競います。あ、そうですね、この後そのプレーがどうなるのかということなんですけれども、どうですか、最終組のプレー見て。いや、だから野村さんのドライバーショットみたいに、あ、これはかなり調子いいのかなと思って、もう絶対負けるもんだと、燃えたと、そんな争いは一体どうなるんでしょうか。続いてはニアピンコンテストです。ニアピンホールは158ヤード、グリーン手前にプレイヤーの目には非常に気になる大きな池が広がるホールです。それだけにグリーンを捉える選手が非常に少なかったんですが、それでも高橋投手は8メーター10センチにまずつけます。しかしそれを内側につけたのが小林寛永投手、ピン奥6メーター50センチのところへ、さらにこれを超えた選
投手がいるんです。去年限りでユニフォームを脱いだ佐藤弘幸選手が5メーター80センチにつけました。で今回は選手には内緒で記録を更新するたびに丹波の祝福が送られることになっていたんです。そしてミラピン賞獲得者にはソフトタッチでプロ好みの転がりが得られる本格派モデルツアーステージ PX2 がお好みの長さに合わせて送られることになっていました。さあ5メーター80センチの記録を塗り替える人はいるんでしょうか。マジだからね、こっちの方が頭いっぱいです。後ろいっぱい僕はマジです。全然できますか。まあ、6メーターぐらいしてきます。まずは木村拓哉選手です。分かったよ。実力者なんですが、ここはトップしてしまいまして、グリーンオーバーのノービーです。続いて瀬戸選手、まあ、ちょっと右、9番を持ってるんですが、それてしまいまして、ノービー。やっぱり皆さん苦戦してますね。この日、ここでちょっと待ってましたからね。だから池越えの距離感が、これやばいって、これで。ありがとう。これはすごかったです。そうなんです。2メーター70です。わあ、これ。おめでとうございます。吉田選手、ミヤピン更新です。さあ、お約束通り。尾形さん、幹事さんなのに松田選手。そうですね。見たかったな。なんか結構嬉しそうじゃないですか、松田さんも。あの表情もね、表情でノリか。マジそう。当たりました。当たりました。でも先輩の姿はいかがでしょうか。松田さん好きですからね。はい。すいません、漢字ですいません。申し訳ない。誰か抜いてください。はい。髪長すいません。ありがとうございます。また頑張ります。さあ、華やかな踊りを見た後の再選手。続いては前田選手の組で、リアピーボールです。このバンドエリアになってるんですけど、ああ、これ寒いから割れるんです。練習しすぎてたから。いや、練習はしてないですよ。返し手伝いとか。そう、返し手伝い。返し手伝い。私はそれことあるんですか。何のこと。いや、だから仙台バッキテンで。あ、そうですか。アレルギーなんです。あと犬の散歩。新婚ほやほやの前田選手なんですが、右行って参れ、トイプラ足りんじゃないですか。ちょっと短い。あ、でも本人ちょっと不安感じてる。そうなんですよ。ナイスショットですよ。2メートル83センチです。あれ真ん中を強いね、変えるだけでいいのかな。わずかに13センチ及ぶと。続いて山内投手。これちょっと半分だったんですね、これ。やっちゃった。皆さんリアクションも面白いですね。続いて玉木投手です。のけ綺麗にこんな方たちが駆けつけてます。どうぞ。ブラジル出身ということで、玉木投手が本当に踊っていただきました。入場してるの。そうなんです。いいですね、難しいですね。近くに来てください。すいません、僕が待ってませんで。ブラジル語でご挨拶したりして。あ、すごいから、ほら見てるよみんな。そうなんです、ちょっと動揺させてしまいました。距離は良かったんですが、左のラフ、残念です。後ろの組で見てました金本選手の組です。練習できないですよ。頑張ってね。なんか俺ずっと見やすいよ。絶対見たいです。え、やっぱりね、せっかく来るんだから見たい。じゃあ
特別大サービス。はい、大サービス。誰かが乗ったら、これで乗らなかったら本当にないから一人でも乗ったら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 待っとこうやさあ、誰かが乗ったらあのダンスを目の前で見ることができるということなんですが、黒田投手おお黒エロああいろんな振り返りオーバーなんです。さあここ一番を見せられるか、金本選手です。金本さん、バトルの中にこんな曲がもうね、浮かんでたんじゃないかと思うんですが。この感触を知りました、金本選手。さあ、ボールの行方は。さあ、一人でもグリーンに乗れば憧れのダンサーとの共演です。この組だけに特別ルールを設けましたが、金本選手。結局3番をお預けとなりました。ここでちょっと賑やかなこの組を振り返ってみましょう。カラさん、ここまで大体ないこれみんな9、6、13、8、11、10。投手と野手に分かれての戦い、苦戦続きの金本新井ペアが取った行動は。キクさん、さっき何言ったんですか。うるさいっすね。何が何だよこれ。お前らほんまだ。徹底的に相手のプレーを邪魔する作戦です。これ、これ難しいの。それ聞くか。ひどい人ですね、ライさん。してやっぱり。金本兄さんも口での攻撃は新井に任せて。打てるもんなら打ってみい。さあ金本兄さんのティーショット。届けてみせる金本兄さん。ボールは OB。 よし、よく見ましたか。よくね、キクさん先輩が OB 打ってるのに。兄さんがダメなら僕がこの手でと初めて訪れたバーディーチャンス。この日唯一のパーを奪ったものの、前半新井のスコア72が響き、ひとまず投手組が一歩リード。後半戦もお楽しみに。いやー、激しい戦いですね。楽しかったですもん、はい。でも幹事長尾形さん、はい、あのマナーはいかがでしょう。そうですね、僕前のパーティーだったんですけどね、かなりプレーは遅いしグリーン上で寝っ転がってるし、まずマナーから教えなくちゃいけないですね、これはちょっと。ねえ、大変だったんですよ。でも、笹岡さん、尾形さんのニアピンはまだ後ほどご覧いただこうと思うんですが、その前にこの VTR 作ってみました。腕流し、腕流し、狙って狙って、いやバンカー。そうです、バンカーショットの腕前はいかに。持ち球2球のうち1つでもグリーンにオンしなかった場合は、その選手から視聴者プレゼントが。逆に8メートル先の円下に止まればゴルフボール、左右のカップならお年玉2万円、真ん中のカップに入ればプロ好みの強い弾道、ティーショットでもフェアウェイ外でも優しく飛ばせるツアーステージユーティリティクラブが贈られます。さあ、それでは1人目はまず木村選手からです。これを外したらもう落と
が出てください。続く浅井選手をうまくバンカーから出したんですが、点々と転がってグリーンオーバー、難しいんですね。やっぱり浅井選手もここまで3人は苦戦しています。ナイス、これはいいわ。ありがとう。あれ、初めてグリーンオーバー。乗らなかった皆さんからは何人に行きましょう。プレゼントをいただいています。ありがとうございます。はい、バットで。新井さん、お願いします。さあ、黒田さんなんですが、腕を動かしてきたんですが、ちょっとバンカー苦手だったんでしょうか。菊池彩投手出たんですが、カラーです。この組は金本、黒田、黒田選手の年だと思います。黒田さんのお年を取られた菊池彩さんのグローブということになります。ここまで苦戦続きの各選手なんですが、西山選手はバンカーから出ます。あ、ごめんなさい、これ出ませんでしたね。そして飛び参加の幼いコーチも出したんですが、グリーンエッジと。おい、上手なんですよ。でもゴルフボールはゲットです。それでは尾形選手です。お願いします。おお、ゴルフじゃない。やつはうまい、うまい、うまい、うまい。あ、来ましたよ。惜しかった。あー、惜しい。乗ったんですけど、シューズを提供していただいたんです。乗ったんだから本当は乗ってもらったんですよ。そうなんです。乗ったんだから本当に、ね、そうです、幹事さんということで勢いで帰ってしまった。シューズをプレゼントしてくださるということなんです。これ野球のシューズ、これランニングシューズ、自分で実際に使われたシューズ。いや、まだ新品です。あら、新品をいただけることになりました。ありがとうございます。さあ、この後はニアピンコンテスト後半戦、実力者も続々登場します。さあ、ニアピンコンテスト後半戦、距離は158ヤードですが、グリーン手前の大きな池が VR にどう映っているんでしょうか。現在のニアピンは松田選手、8番アイアンで2メートル70センチにきっちりとつけてきました。記録更新時にはサンバの祝福も待っています。さあ、記録を塗り替える人は一体いるんでしょうか。尾形選手のパーティーです。狙ってね、楽しみは楽しみにしてるんですけど、ちょっと今日期待できるんないですね。危ないですか。じゃあ西山さんには期待できそうですね。まあまあまあ、とりあえずまあまあ、何ですか。まずまずまずこの組では一番可能性があります。あ、レベル低いですか。自分も低い。さあ、この組で最も可能性があるという西山選手ですが、短い。そうなんです。ショートしていけ。続いて幼いコーチ。あ、これさ、やっぱり池を気にするんですかね。うん、僕はアグレスの腰がいいです。あの独特の形が。そして山崎コーチ、これは右へ OB です。そして尾形選手、8番アイアンを持ちました。
池気になりますか。いや、池は気にならなかったんですけど、いや、なんか出し物は踊りがあれだ、知ってるだけにちょっと意識しましたか。ねえ、やったんですよ。素晴らしい、とも見せました。さらに続く4番ミドルホールでもティーショットよく飛びましたね。あ、このホールだ。このホールだ。さあ、第2打をグリーンに乗せて8メートルのバーディートライ。惜しくも逃しましたが、3番、4番と連続パーです。さあ、尾形さんがこの日一緒に回っていた西山選手なんですが、安定してましたね。すごい良かったですね。そうなんです。さあ、ニアピンホールに最終組がやってきました。マジで私はマジでチンプレ出さない、声も出てませんね。ここニアピンホールなんですけど、ニアピンね、ニアピンね、ニアピンね、ゴルフでこんな新鮮な表情初めて見ました。そんなことないよ。どうですか。いやいや、今日は真剣にちょっと監督とペアだから目が覚めたいかも。まずは野村選手です。どうやら力が入りすぎたんでしょうか。さあ、続いて監督です。こういうのも得意じゃないでしょうか。あ、本当にあやまやですかね、監督。きっちりグリーンを捉えてきますが、記録更新とはいきません。そしてこちらも期待できます、北ベルトコーチ。しかし、雨が降ってきました。さあ、ニアピン最後の挑戦者となりました笹岡さん。結局今回のニアピンコンテストは 2m70cm につけました町田選手が制しました。この記録でも立派ですね。立派ですよね。ニアピン賞を獲得した町田選手にはソフトタッチでプロ好みの転がりが得られる本格派モデルツアーステージ PX2 がお好みの長さに合わせて贈られました。ニアピンを更新されたらということだったんですが、カープに激励を送りたいということで、こんな皆さんをご用意させていただきました。どうぞ。ありがとう。サンバの激励を受けた最終組なんですが、この後のプレーは、俺はチンプレーだからね。多分テレビ編集的にはそれ言った後に手が元では出るわね。いや、そうなんです。あ、ちょっと違うよ。チンプレーを提供していただきました。前半パーは一つだけで少々不満ではないかと思うんですが、一方の野村選手はロングホールの第3打をピンそば 2m へ。お分かってちょうだい。これまだね、よく喋ってるから調子いいんですよ。まだスコアできないんですよ。なるほど。バーディー。前半アウトはバーディーで締めくくりまして、この走りようなんですね。一方、笹岡さんは前半47でハーフ終了ということで、あ、ごめんなさい、46です。一つ大きいんです。はい、一つだね。お二人とも揃って46なんですよね。なるほどね。そうですか、実力通りですか。いや、できすぎかもしれない。あ、できすぎかもしれない。だってまだこの時期はゴルフやり始めて間もない時期じゃないですか。さあ、続いては実力者のプレーをご覧いただきましょう。去年もこのコンペを制している前田選手、
この7番ホールでチップインバーディーを奪い、スコアはイーブンパー。そして前半の最終ホールで3打目をピンそば2m50cm。 あーいかん。結局アウトは2オーバー38で回って実力を見せつけました。さあこの後はお年玉ゲットなるか、運試し腕試しパート2です。一つもグリーンに用意しなかった選手からプレゼントが、逆に8メートル先の円内に止まればゴルフボール、左右のカップならお年玉2万円、真ん中のカップに入ればプロ好みの強い弾道、ティーショットでもフェアウェイからでも優しく飛ばせるツアーステージユーティリティクラブを行います。それではお願いします。きちんとグリーンに乗せました。実力者です。あれあれ、しっかりフェイスを開いて、あーもう全然、バンカーから出してもなかなか8メートルの円内には入りません。選手は前田先輩の声に惑わされたか、結局2球ともグリーンオンせず、視聴者の皆さんへのお年玉としてバットをいただきました。さあ続いては笹岡監督の出番です。笹岡さんお願いします。しかし2球目はきっちりとなりました。当たりはさすがです。うまいね、バンカーね。さあ続いては監督です。はい、入ってますか、入ってますか、入ってますか、はい、仕事変わりました。はい、監督いきます。監督の場合、視聴者の皆さんに1球でもグリーンをしなかったら何かあると思います。お、はい、いただきということで、よろしく監督お願いします。はい、はい、分かりました。一球たりとも乗らずはチャリティー。俺、そんなこと聞いてない。さあ、スタッフコーチですが、これさすがですね。せーの、出た。はい、これを何か出していただきますので。はい、なんか考えていきましょう。さあ、続いての挑戦者は野村選手です。はい、行っちゃいます。ということで、皆さんへのお年玉をこのように用意していただきました。ぜひ皆さん選手の名前を書いてお送りください。宛先はご覧のところになっております。どしどしご応募お待ちしています。複雑なのは黒田投手の菊池原投手のグローブというふうになっておりますので、ね、黒田さんと菊池原さんのこう関係を伺わせるような乗ってるの乗ったけどね、尾形さんはって言ってたんですよ。さあ、続いてはドライビングコンテストパート1です。カープ1の飛ばし屋は誰か、今回のドラゴンホールはフェアウェイが狭いため、飛ばすだけでなくショットの正確性が要求されます。ドラゴン賞はアスリートのための重厚感と機能性を重視したメタリック系素材採用の本格プロモデルツアーステージキャディバッグが贈られることになっています。今回のドライビングコンテスト、ラフでも OK という去年までの選手会ならではのルールをやめて、フェアウェイのみ有効とルールを改正しています。そのフェアウェイに頭を抱える選手も多かったのですが、ここまでのドラゴン記録、福良選手の180ヤードを誰が更新できるのか。広島県280万のドラゴンファンの皆さん、明けましておめでとうございます。小林さん、はい、このドラゴンホール印象いかがですか。いやー、狭いですね。誠にもって狭い。
小林さんはどなたに期待なさいますか。いややっぱりね、飛ばし屋といったら、まあ、笹岡、前田、やっぱり西山君もね飛ぶし、監督も飛びますからね。まあ結構後の組が飛ばし屋揃いじゃないですか。まずは期待してみることにいたしましょう。はい、ドラコン密度に狙っているでありましょう、浅井選手。これを右の斜面に行きましたが、どこまで戻ったか。右の中で190ヤード。これさ、町田選手もこれ当たれば、ね、当たれば飛びますよ。それでは漢字町田浩二郎行ってもらいましょう。アメリカの中を伸びていった打球は遥かに左、左に飛びです。はい、続きましては小橋のコーチ。これは何ショットじゃないですか、小林さん。ちょっと無理ね、これは。お、これはフェアウェイ、捉えますか。フェアウェイ右サイド一般249ヤードです。249ヤード、ここまでのドラゴンです。さて、放送席には東出解説委員にお越しいただきました。尊敬する前田解説委員の出来の方は。あ、近くにいるな。あ、なるほど。これで全てが分かろうかというところでございますが、前田解説委員、このフェアウェイの狭さいかがですか。え、このフェアウェイはボールが並べたら、ほら2インチ、2つ並べたら何個並べますか。そうですよ、狭いと思っちゃいかん。そうですね、ボールが何個並ぶかっていうことでいけばいいわけよ。それでは前田解説委員にお願いいたします。左のカメラからトライ、引っかかったら終わり。プレッシャーかけるなら今ですよ。行くでしょ。このフリーカーでした、新井さん。文句なしですね。文句なしですね。そうです。左OB で。左OB で。それなしですね。これでそれなの。続いては市原投手です。ロンガイス。お、ここは良かったぞ。お、あとは方向だけだが、左の OB です。金本さん、今日調子いかがでしょう。こいつですか。どうでもないし、どうでもいいでしょう。どうでもいいと言われて、さあどうだ。
認不能だった。約束通り、約束通り。出だしもいいことだよ。不思議な特典ありがとうございます。せっかくなのにちょっと力入りました。はい、はい、ちょっと力入りました。普段はすごく飛ぶんじゃないですか。当たれば300以上いくんですけどね。いろんな声が出てますが、さあお知らせを挟んではドラゴン後半戦、3連覇のかかる笹岡投手も登場します。ドライビングコンテスト後半戦、フェアウェイが狭いため飛ばすだけでなくより正確なショットも要求される今回のドラゴンホールです。ここまではやはり実力ナンバーワンの前田選手が287ヤードをマーク。さあこれから飛ばし屋が続々登場しますが、誰がどんなロングドライブを見せてくれるんでしょうか。まずは尾形選手のパーティーからです。もう飛ばしなんぼですから、とりあえず思いっきり行きます。あとは僕にも言われてるから大きいです。いろんなことを考えてますが、よろしくお願いします。手が待ち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 ます。放送席には山本浩二監督にお越しいただきました。ここまでドラゴン287ヤード、おー、これを超える自信というのはいかがでしょう。どうでしょう、今電話が鳴ってね。さあトップバッターは山崎浩二です。はい、おみギャラリーのこのうなり声が全てを表しておりました。続いては西山選手です。はい、OB。 なんでこれ大丈夫。なかなかフェアウェイに残せません。左のラッテン260ヤードそして尾形選手です。よ、何で漢字の自覚だ。右はなかなか落ちてこない。右の林の中です。そして幼いコーチです。これはどうした。ボール手入れてよ、このポケットから。さあ笹岡投手の3連覇はなるのか。何や、馬は足に闇。新年の馬年ということです。あ、馬年なの今年。今日はドライバーの調子はいかがでしょう。2回しか打ってない。2回打って100ヤードが2回。もうそんなにしかいかない。ドライバーの調子はどうでしょう。聞いてみましょう。どうですか。ダメだね。さあ、これダメだ。あ、じゃあ打てようよ、これ。レーザー、レーザーもうさっさとできてます。さあ、2002年年男野村健次郎選手にまずはお願いいたしましょう。あ、思わず笹川アナウンサーからもナイスショットの声だ。帯じゃないよね。帯じゃなかったです。260ヤード続いては山本浩二監督です。球の出だし、これ以上先に。お願いします。これでいいか。OK、行きました。おーい、前足から小林さん、いかがですか、これは。はい、ちょっと、左、どうか。残念、ちょっと左のラフか。左のラフです。245ヤード。そして虎視眈々と狙っていらっしゃいます北別府コーチ、お願いいたします。これはどうだ、小林さん。伸びだ、伸びだ。さあ、2002年のドラコン競争最後を飾っていただきますのはドラコン獲得経験の終わりになる笹岡投手です。今見ています。
と間がいいのか悪いのか。左サイドいっぱいです。288ヤードドラゴンです。おですね。3年連続。3年連続ですよ。これは蹴ったんじゃないか、太郎ちゃん。3年連続。去年も最後の最後なんか。すごい勝負強い。これね。最後で。初めてなったよ。でも、それがトラコホールの価値があるね。すごいわ、相手よ。全然違うか、みんなが言ってた。絶対ですね。怒るだろうな、マジが。もう押しも押されませぬ。ドラコン賞おめでとうございます。みんな冷た。ドラコン王に輝いた笹岡投手にはアスリートのための重厚感と機能性を重視したメタリック素材対応の本格プロモデルツアーステージキャディバッグが贈られました。3年連続のドラコンの笹岡投手、この後のプレーもすごかったですね。これこれアイアンでね、3番ですね。おー、立派なもんだ。この後、イーグルこそ逃しましたが見事なバーディー。カーブが上がったかな。プロのようなプレーを見せてくれました。決まりましたよ、また勝負ですけどね。勝負強いですね。勝負強いですよ。さあ、毎年恒例なんです。ちょっとヘッドスピードを測ってみようと思いますが、まずは若い荒井選手から。はい、やってもらいましょう。荒井さん、荒井さんはどうですかね。自称320ヤードですから、ものすごいヘッドスピードじゃないですか。そうです。さあ、丸山茂樹プロが53というヘッドスピードなんですが、どうでしょう。さあ、どうだ。この表情、ホームランのような表情でしたが、49.6。 49.6 どうでしょう。350飛ばくなんやな。プロ野球選手じゃないですね。40代っていうのは。さあ、続いては先輩行っていただきましょう。岡田選手です。おっ、さあ、さあどうか。おっ、52です。すごい、すごい。ありがとうございます。さあ、笹岡さん、自信のほどは。55。目標55。プロゴルファーの丸山さんが50戦ですよ。しかし、チャンピオンの意地があるでしょう。お願いします。おお、そうだ。あれ、あれ、出てない。あ、もう一回いきましょうか。なんで出ないの。おかしいですね。ちょっと早すぎたかな。早すぎて、ちょっと機会が読めなかったですね。ダブった。ダブった。ちょっと出ませんか。じゃあ、もう。さあ、じゃあチャレンジしていただいておりますが、ちょっとコンプレッシュをご覧いただきましょう。まずは福士選手のビッグプレーから1番スタートホール、アプローチショットはこのままカップに吸い込まれ、ナイスパー。続いて7番ミドルホールでティーショットをグリーンエッジまで運んだ北重選手、イーグルこそ逃すものの楽々バーディー。こちら高橋投手はグリーンまで残り80ヤード、ボールはきっちりグリーンを捉えるバックスピン。さらに6番ホールでも今度はショートアプローチで見せてくれます。距離感完璧。今度は野村選手、ブレーキの効いたボールはカップまでわずか10センチのところへ。何が、おっ、まだ近いんですか。さらに9番ロングでの隣のバーディートライ。一方、コーチ陣も数々のビッグプレーを見せてくれました。まず山崎コーチが10メートルはあるバーディーパットを沈めると、グリーンの見えない難しい位置から永田コーチが見事なショットを披露し、価値あるバーディー。さらに木下二軍監督も上りのスライスラインをきっちり読んで、これもナイスバーディー。一
方若手であっと言わせるプレーを見せてくれたのが木村和義選手。手前の池が気になる場所からのアプローチをピンそばわずか10センチへとぴたり、長打が楽しめ。こちら実力者木村拓哉選手、12番ショートホールでピンそば 1.5 メートルへ。そしてハンディキャップ1の前田選手、その腕前見せてくれました。お待たせしました、尾形選手の17番7メートルのパーパット。そして笹岡投手、左足下がりの難しいアプローチをピンそば1メートルへ。これぞベテランの技、どれをとってもプロ顔負けのビッグプレー、見事でした。この後はあの組が登場です。もう出します、本気。ヤジと投手に分かれての戦いで残り3ホール、試合が空回りするアナゴプレーにペアの金本兄さんは、菊池原のボールが自らを襲いますが、敵のミスショットには金本兄さんご満月。人道中が続く金本兄さんと愉快な仲間たち、しかしこんなプレーも。さらに金本兄さんとペアを組む新井も負けじと、ゾーンに残すと兄さんフェアウェイど真ん中のボールへ向かって一直線。菊池原のボールは兄さん自ら地面に沈めたものの、菊池原とペアを組む黒田が2オン。よし、ここでこのイーグルには金本兄さんもノックダウン。田中選手からできね、いいことないといいよ。最後まで追加空回りするアライに兄さん、ついに激怒、戦いは終了です。お先言うてなんかしてかかったお前。いやー、どうでした。いや、面白かったです。はい、大変ですね、兄さんの目もあるし。いい、楽しく、はい、もう黒田投手すごいですね。いや、あれは勝ち合いますよ。あれはこれ難しいんですよね、唯一のイーグルを出しました。さあ、カープ選手会ゴルフ気になる各選手のスコアはこの後すぐです。ディフェンディングチャンピオンの前田選手はこの日3つのバーディー、アウトが38、インが40と実力を見せてくれました。結果オーライ、奥に行っちゃった。続いては町田選手、ニアピン賞も獲得し笑顔も多く見られた今回のコンペはアウトが48、インが56。サンジさん、良かったじゃないですか。いや、後半崩れてるじゃないですか。そうですね。そして東野選手は今回バーディーも奪うなど3回目の出場にして着実に腕を上げているようです。続いて球を拾っているのはこれ、そんな選手です。アウトが46、インに入って17番で池にボールを落としながらもパーを奪っております。そして尾形選手と同じ組でラウンドした西山選手、アウト38は立派だったんですが、ただしインでは47。これ優勝意識したそうなんです。後半のサーホールはね、優勝意識してかなり崩れましたね、スコアで。さあ、これがどう出たかですね。そして今回初めて監督コーチが招待されまして今回を盛り上げてくれましたが、山本監督はアウトが42、インが37と後半追い上げました。一方、優勝候補の一人北別府コーチは出足いきなりパーに。アウトが40、イン42、優勝争いに割って入れるスコアでのホールアウトです。そしてハンディ20を生かし優勝を狙っていた野村選手はアウト47、インが46、小技も生かしつつあっと言わせるプレーもありましたが、やっぱ今年も優勝できなかった。28ヤード、選手会史上初のドラゴン3連覇が立派な笹岡投手。最後にもチャレンジラウンド時にもそうなんです、上がり3ホールでリズムを乱し、アウトが46、インが43、果たして優勝の2文字に手が届いたんでしょうか。
今回のコンペには生き生きいい旅いい感じ富士トラベルサービスがお届けするアシアナ航空で行くソウル2泊3日の旅など豪華商品がたくさん。さあ栄冠をお手にするのは誰でしょうか。ということだったんですけれども、笹岡さんハンディキャップ18、優勝の可能性がね、もうそろそろ18をやめるとね、もう12年も18だったらね、太田さんもハンディキャップ12、いいね、ハンディキャップもらってるんで優勝のチャンスはあるんですけどね。さあどうなるんでしょうか。お知らせを挟んでベスト3の発表です。71、笹岡真嗣投手でした。インに入ってドラゴンボールでのバーディー、その後2つのパーを奪うなど巻き返してのトップ3入りです。続いて第2位は石山修司選手です。前半38はお見事、アウト38、イン47、ネットは笹岡投手と同じ71ですが、ローハンディということで石山選手が準優勝となっています。さあそして栄えある優勝は阿部コーチです。アウト43、イン40、ネット69のスコア、終盤17番ロングホールで奪ったバーディーが優勝を決定づけました。この日はゆっくり温泉に浸かって全員浴衣姿での表彰式と選手会の納会が行われたんですけれども、尾形幹事長賞ということで9位の前田選手には松山市観光協会から今回選手の皆さんが泊まった大和屋本店のペア宿泊券とスーパージェットの往復券が、そして芦穴航空で行くソウル2泊3日の旅が富士トラベルサービス磯村義行代表取締役社長から2位の西山選手に贈られました。さあそれではコンペの全員の順位をご覧いただきながら、幹事役を務めた尾形さん、はい、でも楽しかったですね。いや本当楽しく一日過ごせました。なかなかこうやって皆さんでゆっくりすることないですね。ないですよね、新井さん、はい、どうでしたか。もちろん楽しかったです、はい、疲れましたけど疲れましたけど、はい、でもなかなかこうオフは短いですよね。小林さん、短いですね。だからもう年明けてますからね、やっぱり指導する選手どんどん出てきますよね。そうですね、でもやっぱりあの新春一番ですので決まらなかったのは縁起が悪いということで、やっぱり笹岡さんには再度挑戦していただこうと思います。それではヘッドスピードお願いします。どうだ、出たかな、いくら54。おすごい、すごい、マリアナプロまで抜いてしまいました。さすが勝負強い、勝負強いですね、はい、さあそれでは年も明けまして、はい、あと1ヶ月も切りました。今年の新春の思いを書いていただきました。まず若い順に新井選手からお願いします。はい、これは学校を丸々ということで、この丸の中はね、あのそれでも当てはまる、例えば自分とか、はい、なんかちっちゃい感じが見えるけど、金元村も見える、村野村っていうのも、含めてということなんですけども、レギュラーポジション取りたいとですね、はい、ね、さあ続いては尾形選手です。自分可愛いですね、全試合必要です。そうですね、尾形さんはもう故障しないことですよ、はい、ね、とにかく怪我しないように、うん、はい、そして武田安藤優勝、ね、また今年先発、先発しますし、武田あげれば優勝できるんじゃないかと思います。そうですね、まあ、やっぱりこの3人の活躍があれば、そうですね、それぞれやっぱり頑張ってほしいし、平成3年以来もう遠ざかってますからね、そうですよ、優勝がぜひ期待したいと思うんですが、さあそれではやっぱり選手会長の乾杯の発声で締めたいと思います。最後は、はい、今年は、絶対優勝、嬉しくありません。それで先生、乾杯したいと思います。乾杯、乾杯、乾杯。選手の皆さんと、そしてそれを見守るカープファンにとっていい年になりますように。選手の皆さんよろしくお願いしますよ。
この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。